三好とスタッフも大きく若返りました。若くてとても元気のいいチームを、自分に任せていただけるということで、とてもやりがいがある仕事だと思っています。今度は若い投手陣を引っ張って、一緒に泥とまみれてチームを引っ張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。お茶の間の人気を脱線。93年からは横浜のバッテリーコーチとして、すでに選手と共に汗を流し続けた大谷新監督が、来シーズンのベイスターズを熱く語ります。ということで、昔の映像も出てまいりましたが、監督、怒らないでください、はい、この3年間でコーチが大変だなと気づくのは、白髪がかなり増えられましたですね。そうかもしれないですね、でも大変というよりもやっぱり充実してたっていう感じですかね。あ、そうですか、なんかもうあっという間に3年過ぎたっていう感じが強いかもしれません。あ、そうですか、はい、今ちょっとこのなぜかこの言い方が、なんか私は随分間抜けそうな顔してますね。別にこれは狙いではないと思いますが、あ、そうです、やっぱりね、ちょっとね、頭の方がはい、シルバーになってきたから、私だいぶ後ろが下がったかなという余計なことじゃないですか。相変わらず面白いですね。いや、どうも久しぶりのスタジオどうですか。いや、緊張しますね、やっぱりね。あ、そうですか、はい、4年ぶりのスタジオですよね、はいはい、まずはですね、はい、ちょっと真面目な質問させていただきますが、はい、監督というのは本当に大役だと思うんですが、はい、やはりこうイエスというのに引き受けますというのにちょっとためらいとか躊躇はなかったですか。ね、やっぱり自分にこの仕事ができるかなっていうのが一番僕は気になったところですね。はい、でそれで、まあ、やはりプロ野球の監督ですから、はい、いろいろな人の生活圏っていうのを握るわけです、はい、そのいう部分でね、自分がそういうことを果たしてできるかどうかっていうのが自分でかなり、問いかけてみましたけどもね。そして、結論が出たのはいつ頃なんですか。そうですね、やっぱり9月の終わりぐらいからちょっと考えたんですけども、その頃に、どうだというお話いただきましたんでね。で何日か考えて、トライしてみなきゃわからないっていうことだと思うんですよね。で、まあ、精一杯やってみようというふうに思って、はい、受けさせていただきました。バッテリーコーチとして3年間、はい、チームをご覧になったんですが、はい、横浜のチームの、まあ、カラーといいますかね、はい、どんな特徴を持ったカラーなんでしょうか。そうですね、よく言われるのはチームが若いというふうに言われるんですよ、はいはい、で僕自身はね、はい、まだベイスターズ自体のカラーっていうのはそれほど出てないと思うんです、はい、で僕の考えてるベイスターズってのはやはり選手に活力のあるゲームをしてもらいたいというのがまず第一なんで、はい、とりあえずは攻撃的な野球、要するにフライが上がって2人でお見合いして取らなかったとかするんじゃなくて、ぶつかってエラーしてもしょうがない、はい、まあ、スティールなんかでも、はい、思い切っていって後になったらしょうがないと、はい、そういうぐらいの大胆さでゲームを進めたいというふうに思ってます。失敗を恐れないですね、ちょっと評論家時代を思い出していたわけじゃないんですが、個別に今シーズンの成績を見ていきたいんですが、はい、打撃陣今ちょっと出ておりますが、これはどうでしょうか。かなり、まあ、合格点と見て。そうですね、打撃バッティングに関して言えばね、はい、かなりの数字だと思います、はあ、ただやはり攻撃っていうのはね、バッティングだけじゃないんですよね、はい、やっぱり攻撃という部分の中にはやっぱり走力とか、それからランナーを進めるとか、はい、それから相手にボールを放らせるとかね、いろんなパターンがありますので、そういう点ではまだもうちょっと上手くなる要素を持ってると思うんですよ。そういう点は伸ばしていきたいと思います、しかし多くウェイト置かれてるのはやはりキャッチャーの立場からして、はい、バッテリーだと思うんですが、そうですね、ピッチャーと思うんですが、はい、どうでしょうか。今年の今成績が出ておりますが、はい、なんと言いましてもやはり佐々木、森田、このダブルストッパーといいますかね、はい、こういったものはもう売り物ですから、ね、ここはもう不安定もないですね。そうですね、特に佐々木の場合は本当に日本一のストッパーだと思いますので、ね、彼に関してはもう全く何も言うことがないです。ただ練習だけをきちっとしていくようにすればね、それで十分だと思うんですが、はい、やはり他の人たちが佐々木さんがいるから
ていう風な考え方だと困るので、僕たちもできるだけあの佐々木に連投させないでも済むようにね、あの他の要するにスタートのピッチャーの人たちにもっと頑張ってもらいたいと。具体的に名前挙げましょう。どういうピッチャーがいますか。そうですね、あのまあ斉藤隆、それから三浦、それから僕はあの野村っていうね左ピッチャーがうちの一昨年はすごく良かったんですけどね、ダメだった今年は特にね、あのこの選手をもう一回復活させたいと思ってるんですけどね、まあ、それらの選手も復活といいますか鍛えて、どんなチーム作りをしていこうと。そうですね、あのどんなチームになるかやってみないと分かんないんですけども、とにかくあの少しの失敗は起こらずに次の失敗は成功のもとというような感じで、とりあえずやっていきたい。でピッチャーに関して言えば、あのバッターに対して逃げない、とにかくフォアボール無駄なの出さない、あの出すんなら打たれてもいいから真ん中行こうと、そのぐらいの気持ちでやりたいと思ってます。それから今年は特にあの来年はフロントと現場が一体となってチームを作るんだということ、そうですね、大堀社長ともいろいろお話ししたんですけども、あのまあ、少し新しい形になるかと思うんですけども、まあ、現場とそれからあのフロントと、あのチーム作りに関してはいろいろ話ししながらね、あのまあ、一本化していこうということです。小田、どうぞ。はい、あの兄さんお聞きしてもよろしいですか。あの一つだけ、あのキャッチフレーズは決められましたか。うん、別にこれっていうのはありませんけど、僕はあのやっぱりチームプレーを大事にしたいんで、あのフォアザチーム、僕らもそうですし選手もみんなでチームのためにどうするかということを考えて、それテーマでやりたいと思います。あの横浜市民はですね、いつもシーズン初めは期待してるんです、大シーズンはですね、最後まで期待させてください。そうですね、最後あの優勝してここに行きたいと思ってます、お願いします。わかりました、どうもありがとうございました。まあ、監督に習いましたプロ野球ニュースも今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。身体問題、一方こちらも横須賀のブランドで新たなスタートを切った横浜大谷監督、チーム力アップのため平均年齢 40.9 歳の若いコーチ陣と選手の対話を重視するという大谷カラーを早くも打ち出しました。そんな中で今回ピッチングコーチに就任した斉藤コーチは、早くも投手陣を相手に休む暇もないハードなトレーニングを行うなど、笑いの中にも厳しさのある秋季練習初日となりました。対話をした方がね、僕は選択肢が増えると思うんですよ。あのこちらもそうだし選手の方もそうだしね、あんまりこっちからこうやれああやれっていうのはなかなかうまくいかないんじゃないかと思う。選手がこうやったらいいのかっていうの方がやっぱり早いんじゃないかと思うんだけどね。はい、この大谷慎太、まあ、プロ野球2年間お世話になったんですけどね、まあ、いろいろ勉強ネット裏からさせてもらいまして、まあ、横浜ベイスターズのピッチャーも若いのが多いんですけど、まあ、練習はちょっと足らないんじゃないかなというぐらいになってます。だからこの秋キャンプもありますし、あの春のキャンプもありますけど、まあ、この2回のキャンプでビシビシとしごいていい成績を収めてると思いますんで、あの応援よろしくお願いします。10月16日大谷新監督のもとスタートを切った横浜ベイスターズ、その中に19年間このチームだけを愛した男がいた。斉藤明夫新ピッチングコーチの誕生である。まあ、僕はネットだから2年間しか見てないんですけど、17年間現役でやったことと2年間プラスして19年間で勉強したことをいろいろ教えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。多分厳しくなると思うんで。大谷監督をも驚かせたこの頼もしい男の第一声でグランド上に緊張感が走った。あ、投げるなよこの50ぐらいで。いやもう20行きましたよ。いや正直言ってその時は斉藤さん来ちゃったよっていうイメージあったんですけども、時々怖い時あるもんだって。うん、あの選手にね、あのいろいろ言ったり注意したりする時にね、あすごいなと思う時ありますよ。シーズンが終わってわずか2週間の早くも始まったベイスターズの秋季キャンプ、今シーズン16年ぶりに勝ち越したものの、 B クラスに終わったそのベイスターズ投手陣のレベルアップを買って出た斉藤コーチも、現役時代128勝133セーブと大活躍しながら優勝の美酒を味わうことはなかった。なんとか優勝とコーチ就任の席で力強く語った斉藤コーチは、2年ぶりに縦島のユニフォームに袖を通し、このキャンプでは常に選手に目を光らせる。
夜になっても選手を集め、シャドーピッチングを見つめる斉藤コーチは、若手ピッチャーを相手にいつもと違った笑顔で優しく語りかける。今も秋でもやもやいるけど、分かんないこと多いわけよ。お前の性格も分かんないしさ、なピッチャーの人の一人ずつの性格も分かんないし、難しいからいろいろ教えてくれない、あんたが教師なの、俺が生徒なわけ。悪い、調子悪い時のピッチングは、後半とか特に後半はできなかった。今までさ、この発症してんだろ、はい、発症、はい、その中で 何を考えんだけど、勝つことだけ考えんだ、はい、今度は10勝っていう色気が出てきてんだろ、はい、あと2つで10勝と、その色気の分を取り除けば勝てると思う、はい、お前はこれからずっとプロ野球長くやるんだから、はい、めくつより今年で22です。22やろ、はい、まだまだやな、あと20年で42まで、はい、できるよ、はい、妥協しない人ですね。ですからうちのピッチャーの人たち練習を全然抜かせませんしね、やるって言ったことは本当に最後までとことんやってますし、ピッチングの教え方にしても分かりやすいと思いますよね。いい兄貴分っていう感じなんで、お互い、コミュニケーションって言ったら変ですけども言い合えて、で、メニューもいろいろ取り組めるんでね、やっぱりみんなのこと本当によく考えてくれてて良かったと思いますけどね。チームとしては2桁勝利の投手、2年続けていないということはやっぱり寂しいことですから、やはり最低3人は作っていきたいなと思うし、それぐらいの戦力っていうか、それぐらいの個人の力を持っている選手が多いんですから、こちらがプレッシャー与えるにやるんで自分ではやれるんだよという自信を持ってマウンドに上げて送り出していきたいなと思います。の形を作りたいということで、はい、少し動かしたんですけどもね、石井をサードからショートに持ってって、はい、でショートの進藤をセカンドに、でセカンドのローズをサードにというふうに動かしましたけど、はい、このあたりの成果というのはもう徐々にこう手応えを感じてらっしゃるんですか？ね、石井がすごくよく頑張ってくれたんですよね、はい、それと進藤もセカンドは逆の動きがかなり多くなるんですけどもね、はい、これも本当に一生懸命やってくれて、はい、僕はうまくいくと思っていますけども、その内野陣のコンバートなんですが、もう一つですね、ちょっとびっくりしたのが、ダブルストッパーの一人、森田を先発に来シーズン持っていこうということで、はい、そうですね、やはり力のある人には力の出せるところということで、はい、先発にしたいなというふうに、森田にも話してるんですけど、はい、荒木もベテランの力を十分に発揮してくれるんじゃないかなと思ってます。森田が先発ローテーションでやれば、はい、今まで我々やっぱりちょっとどちらかといえば先発が弱い横浜と言ってましたので、どちらかと言わなくても弱い、いやいや、やっぱちょっと弱いクッションかないとまずいですね。そうしますともうストッパーは佐々木で OK であろうと、ね、もう日本一のストッパーですからね、はい、先発をまずしっかりさせる、そうするとゲームの形ができると思いますので、ね、それから今日さらに期待のドラフト1位、細見投手が契約をいたしましたですね、この選手ですが、これは名前は細見らしいですけど、球は重いらしいですね、それね、重いのと、それから度胸がいい、はい、それからいいカーブがあるっていうんですよね、やっぱりそういう持って生まれてきたものにかなりの素材ということでね、はい、これは期待してます。即戦力として期待する、当然そうですね、ですね、あわよくばローテーションの一角を担ってもらいたいと思ってます、はい、やはりちょっと優勝への手応えも徐々に、ちょっと気が早いかもしれませんがお感じになっているとは思うんですよね。そうですね、チームの形がしっかりできてくればね、はい、やはりいい戦いができると思いますのでね、はい、おのずとそれが優勝に近づく道だと思ってます。Jリーグのマリノスも頑張ってますが、はい、当然ですね、横浜市民はですね、はい、やはりベイスターズに頑張ってもらいたいというこういう声もございます、はい、ちょっとそれを激なんて言いますかね、刺激剤にしてちょっとこれをご覧いただきたいと思います、はい、街頭に聞いてみました。横浜といえばどこのチーム？横浜といえばやっぱりベイスターズじゃないですか。ベイスターズのファンです。ベイスターズ？ベイスターズ。
マリノス。サッカーやってるんで、マリノスです。横浜ベイスターズ。結果、およそ8割の人がベイスターズと答えた。やっぱり野球人気は根強い。そのベイスターズにファンは何を期待するのか。できれば優勝してほしい。ちっちゃいけど声が。ベイスターズ、優勝させてください。ライズとローズね、頑張ってほしい。勝ち負けよりも、その一流の技を見たいんですよね。A クラスに入ってね。A クラスには、まず A クラスに入る。それから優勝するからですね。ね、母がファンです。うちの母が死ぬ前に、ちょっと優勝してほしいということですかね。頼みますよ、大谷監督。最後はちょっと危ない発言で、それでも。まだいくつの方なんですね。年を一回聞いてみたいなと思いますけど。聞いてもちょっとその後フォローできない。実はですね、その横浜市民、今シーズン横浜が16年ぶりに勝ち越してるわけで、このままホップステップ優勝と当然狙ってるわけですが、はいはい、その優勝、これは今シーズンの、まあ、66勝64敗ということですね。さあ来シーズン、その栄光の座を射止めるための優勝への、まあ監督のお考えになるその条件、はい、これを3つ、ね、まあ、挙げていただいたんですが、はいはい、まあ、じゃあこれをちょっと、はいはい、まずローテーションの整備、はい、それから粘り強い保守作り、それから大胆な攻撃ということですが、そうですね、まあ、守りで言えばやはり、まあ、バッテリーの強化ということなんですけどもね、はい、やはりどうしても柱になるピッチャーを何本か作りたいと、まあ、それをリードしていくキャッチャーがやっぱりもう少し粘り強くね、ゲームを組み立てていけるようになると、かなり勝つ確率が高くなると思うんですね。なるほど、はい、まあ、今シーズンあたり、まあ、数字的にですね、はい、キャッチャーの、数字見ますと、はい、谷繁と脇本ですか、この2人で、101試合93、まあ、つまり足せば200試合になりますが、はい、まあ、2人をこうどちらかをこう使ったり使わなかったりという2人をまあ交互に使ったような感じですね。そうですね、まあ、本当はもうキャッチャーの人もできたら一人で100試合以上ですね、はいはい、出てやってくれると、まあ、一番安定した形になると思うんですけどね、うちの場合は2人が競争という形でこのところずっと来てますのでね、はい、まあ、来年も、まあ、元気があってまず盗塁をさせると、まあ、そういうことができる人を僕は使いたいと思ってます、ね。さすが、盗塁阻止率、4割の実績をお持ちですからね。もうちょっといかないとダメですよ、ね。さて、その粘り強いキャッチャーを育てたい。はい、これは、はい、そうですね、粘り強いキャッチャーというのはやっぱりあれですね、これはリードというよりは、はい、やはり元気の良さとかいろんなその、なんて言いますか、ピッチャーとのこう、そうですね、やはりかなり僕たちが怒るとかね、それから、まあ、いろいろ厳しい要求もすると思うんですよ、はい、その時に自分の方で、まあ、うまく受け止めてくれてね、はい、まあ、それを自分の肥やしにしてくれて、はい、そしてゲームを作りながらピッチャーを引っ張ると、はい、そういうふうな形を一番僕は望んでいますけども、それから攻撃面ですが、はい、大胆な攻撃、そうです、これは具体的には、はい、ベスターズはかなり、はい、打率もいいし、打つチームというふうに言われてるんですけどもね、もうちょっと点をうまく取れるチームにしたいなと思ってます、はい、そうです、攻撃の幅ですね、そうです、はい、一つ来シーズン、はい、私もベスターズ優勝という瞬間を、はい、こういうこと言ってると他の監督さんからまた怒られたりするんですけど、はい、もう今だけですから、ね、一つ期待しております、はい、どうもありがとうございました。